小島慎二郎、1982年6月11日体は東京都小平市出身の元プロ野球選手。中学時代は東村山リトルシニアでプレー。国士館高等学校2年時の周期東京都大会は決勝での完封勝利など優勝に貢献。3年春の第72回選抜高等学校野球大会では、 初戦の高岡第一高等学校戦で完封勝利を挙げた。二回戦の智弁和歌山戦で逆転され敗退。同年6月に来日した全米高校選抜チームとの対戦では東京都選抜チームのエースとして登板して勝利した。全国高等学校野球選手権東東京大会は直前に肘を故障して登板することができず、チームは決勝で 桑原義行を擁する日大豊山高等学校に敗れたため、甲子園での復帰は叶わなかった。なお、二学年上の実験は、創価高等学校で小屋の栄一と同期で4番一類手として、同校の第70回選抜高等学校野球大会出場に貢献した。高校卒業後は、東都大学野球連盟に加盟する国士館大学へ進学。 二部リーグで通算12勝を9敗。2004年のプロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから5巡目指名を受け入団。プロ1年目の2005年8月27日、中日ドラゴンズ戦でプロ入り初登板を初先発という形で果たす。2006年は先発として4試合に登板するも、プロ初勝利はならなかった。 9月19日の読売ジャイアンツ戦では5回1失点と高騰するも9援陣が打たれ勝利を逃した2007年はリリーフで1試合の登板に止まり防御率も40.50と打ち込まれた2008年は2軍でも防御率5点台と調子が上がらずプロ4年目で初の1軍登板なしのシーズンで終わり翌2009年も1軍登板なしで終わった 2010年からフォームをサイドスローに変更。3年ぶりに一軍登板を果たした。2010年11月8日に、菊地原武との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。2011年は一軍登板なしに終わり、10月9日に戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約工事され、現役を引退。オリックスバファローズで、 打撃投手となり、2019年まで務めた。2020年からは、本名の小島慎二郎として埼玉西部ライオンズの打撃投手に就任する。高校時代は、最速138キロの直球とチェンジアップ、鋭くコーナーを攻めるカーブで、相手打線を封じ込めた。手塚和氏によって、書籍、ジャイロボール中で、ジャイロボールを投げていると指摘された。手塚によると、 小島は4ームジャイロボールと2ームジャイロボールの2種類を投げ分けている。小島新次郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。